日本ハムのビッグボスこと新庄剛志監督、49、が6日、東京都内で行われた、7日から全国の映画館で公開されるスパイダーマンの、Wii、ホームの前夜祭スペシャルイベントにスペシャルゲストとして参加。雪が舞う中で、スパイダーマン仕様のド派手なスーツに特注サングラスを身につけて登場した。今日のためにめちゃくちゃ、体を、鍛えてきたんですけど、体のラインが見えない、これ、マント、を着せられてショックでしたと苦笑い。それでも小さい頃は仮面ライダーとキングコングとスパイダーマンに憧れていた。今日は本当にこの衣装を着られて幸せです。夢が叶いましたと満面の笑みを浮かべた。スパイダーマンのイベントは初参加。特製スーツは2回も採寸し、1センチも間違えないくらいにセッティングをしてもらったと告白。サングラスも1ヶ月前から準備し、3回修正したほどのこだわりを見せた。このオファーをもらった瞬間、1秒でやりますって決めた。それくらい大好き。野球のパフォーマンスでもスパイダーマンの被り物を被ってやったと笑顔。エレクトロ役の声優を務めた歌舞伎俳優、中村獅童から新庄監督がこれだったら俺も来てくればよかった。本当に羨ましい。負けたと悔しがらせた。イベント前に今作を見た新庄監督は、スパイダーマンが糸を出した際にメジャーの時に住んでいた家が映りました。302、号室。の窓にシューってやっていたと大興奮。気温一度の極寒の中でのイベントとあり、中村獅童から監督のこの格好が一番寒いと気遣われ、もうすぐ新人の練習を見に行かないといけない。風邪をひいちゃうと言いながらもスパイダーマン、愛してる、と積極的に PR を行っていた。